ルノー・カングー。カングーは、フランスの自動車製造会社、ルノーが1997年から生産する、小型フルゴネットまたは、小型 MPV である。生産はフランスにある、モビュージュ工場が担当する。古くは1960年代に開発された、4階、キャトル・フルゴネットを橋とする、過失拡大型小型貨物車であるエクスプレスの後継者として開発された。 ルノーエクスプレスはベースモデルとなるルノーシュペール5に大きな箱をつなげたような形状のフルゴネットで一応価格兼用グレードも設定されていた。しかしルノーはフルゴネットに元より備わるユーティリティービークルとしての支出を大きく伸ばすべくスムーズなハイルーフによる見栄えの向上と両側リアスライドドアによる4ドアか貨物仕様にはリアドアなしの2ドアもある。 テニックで評判を得た後部座席独立シート、充実した室内装備などによりカングーの完全乗用車化を果たし、純化物用であるカングーエクスプレスと共に1997年に発表した。当初は乗用モデルのカングーと商用モデルのカングーエクスプレスは半々の売り上げであったが、次第にその使い勝手が評価されるようになり、乗用、 カングーの売り上げが増え、あっという間にヨーロッパで大きなセールスとなった。その広い室内空間と高い機能性からヨーロッパではルドスパス、遊びの空間、ラテン語で遊び意味するルドースとフランス語で空間を意味するエスパスを組み合わせた造語と呼ばれ、親しまれている。ヨーロッパの核メーカーもカングーに追従したモデルシトロエン・ベルランゴ、フィアット・ドブロ、 VW キャディ3などを発表することとなり、またこれに対応して、カングーも2003年と2005年に内外装のマイナーチェンジや室内装備の充実を進め、ロングセラーとなった。2007年に新型であるカングー2が発表されたが、居住性、積載性、安全性の向上を目的として、車体寸法が拡大され、それに合わせて価格も上がったことなどから、 多くの市場では、しばらくの間、カングー1が併売された。長らくプラットフォームに、初代クリオ、クリオ1のものを使用していたが、カングー2では、一クラス上のメガーヌ2のものが使用されることになり、車体寸法が大幅に拡大、ホイールベースも約 100mm、長い 2697mm となり、キャビンスペースも拡大した。2012年4月には、 2010年4月にドイツのダイムラー AG と業務提携したことによるアライアンスの成果としてメルセデスベンツが同社をベースに開発した小型商用車シタンを発表。同年秋に発売を開始した。日本市場においてはカングル1、カングー2ともルノージャポン全体の年間販売台数の35%以上を占めている。 1997年に登場したカングル1は背の高い過失や過失上、運転席上のストレージスペース、波の貨物車とは次元の異なる直進安定性、ロードホールディング、ハンドリング、優れた乗り心地、日本の商用車とは車種性能に対する優先順位や要求水準が異なるが、当時のルノーとしては標準的などが高い評価を受け、人気モデルとなった。 また、ABS を標準で装備するほか、4つのエアバッグを標準装備し、ヨーロッパの衝突安全テスト、ユーロンキャップにおいて4つ星の評価である。このような人気を受け、フランス国内のみならず、ヨーロッパ諸国やアフリカ諸国、日本やマレーシア、シンガポールなどのアジア諸国、オーストラリアやニューカレドニアなどの太平洋諸国で販売されている。また、 マレーシアの単調の子会社である TCU ロカーズでノックダウン生産されており、近隣諸国へ輸出されている。2002年3月本国登場から遅れること約4年後に、人も荷物も余裕を持って搭載することのできる小型 MPV として、ルノージャポン株式会社より発売。当初はに4リットルガソリンの K7JA エンジンに4足 AT を組み合わせ、跳ね上げ式の ハッチバックドアを採用したモデルのみが導入された。2003年8月、マイナーチェンジ。新デザインのフロントマスクを持った仕様が導入され、1.6リットル DOHC、K4M エンジンと4速、プロアクティブ AT が搭載されたモデルとなった。さらに観音ベラキタイプのダブルバックドアのタイプも選択できるようになった。その後、ハッチバックドアは正規輸入が中止され、 ダブルバックドアのみの設定となっていた。2004年11月、ダブルバックドア2号 MT を組み合わせたモデルも導入が開始された。MT 社の販売比率は平均20%前後で推移し、多い時は30%を占めることもあった。2006年、マイナーチェンジ、ジェネレーション2006では、フロントグリルのデザインが変更され、内装の質感を向上させたほか、 後部座席にトレイが付くなど、さらなる装備の充実が図られている。日本初公開の場として2005年10月に開催された東京モーターショーが選ばれた。2007年装備を簡略化したオーセンティックも導入された。拡大された車室を与えられたことによる居住性、使い勝手と多彩なシートアレンジが特徴で、 輸入車としては低価格と充実した装備も相まって、この種の輸入車としては、異例の月100台以上が販売れたことも多く、正規輸入台数は、累計9000台、2009年9月時点であった。また、その車室の広さや使い勝手の良さからレクリエーショナル、ビークル、RV としても使用され、またキャンピングカーへの仮想素材としても人気が高い。日本における、 購入層は30代のヤングファミリーが9割以上を占めていた。駆動方式は全輪駆動で1.0リットルと1.2リットル、1.4リットル、1.6ルトイジェシーのガソリンエンジン、LP ガスガソリン切り替え LPG 自動車、1.5リットルと1.9リットルディーゼルエンジン、およびターボディーゼルエンジンを搭載するモデルが発売されている。トランスミッションは4 AT と、 五足 MT のにタイプが用意される。この時代、フランスでは LPG 自動車ブームが起こり、年率500%の伸びを示していたこともあり、フランスの自動車メーカー各社は全ラインナップに LPG 車をラインで生産し用意し、他の欧州メーカーや日本車もフランス向けには LPG 仕様を投入することとなる。他のルノー車同様、 韓ーにも LP ガスガソリン切り替え式のバイフューエル仕様が用意されていた。2009年からはメーカーをオプションで LPG 自動車に仕立てている。ヨーロッパ市場などでは四輪駆動や加湿部分を延長したマキシ、またスウェーデンではピックアップトラックが用意されるほか、マレーシアなどでは3列7人乗りも用意されている。バックドアは跳ね上げ式のハッチバックドアと、 観音開きのダブルバックドアの2タイプを選択できる。2002年からフランス国内のテレビ CM ではイギリスの人気キャラクターのウォレスとグルミットが登場しており人気を博していた。またウォレスとグルミットバージョンの限定車も発売されていた。常用モデルのカングーと商用モデルのカングーエクスプレスが存在するが日本では 常用モデルのみが販売されている。また、四輪、駆動、五速 MT のみもう設定されているが、日本市場には導入されていない。なお、すべり社製で、カングーベースの電気自動車、クレノバ2を、フランスの郵便局が配達用に導入する予定である。高い室内鋼と、良好な後部アクセス性を活かした、車椅子対応バージョンが、ヨーロッパ市場等で販売されている。 またこのタイプの車種では珍しくパノラミックサンルーフをオプションで選ぶことできる。2007年に新型であるカングー2が発表されたパーキングブレーキレバーのグリップは車軸方向で座るアルシオーネにも似た特徴的な形状となっているがこれは1日数百回も操作するフランスの郵便局員たちの協力を得て開発している。2016年1月20日には 2007年からの累計生産台数が100万台を達成した。なお、記念すべき100万台目は日本仕様である。関宮1において4から5人乗車の場合は空間のゆとりが少なくなるため室内空間の拡大がユーザーから要望されていたことや、後発のライバル車種が満たしていた欧州規格1200、800mm パレット積載ができない欠点を 克服するため、居住性、積載性、衝突安全性などの向上を目的として、横幅を中心に大型化されたほか、各種装備の内容が向上した。これに伴い、プラットフォームは2代目クリオベースのものからメガアヌと、同じ C プラットフォームに変更された。これらの影響で価格が上がった地域もあり、多くの市場では、しばらくの間、寒空1が併売される予定である。 二代目から、社名の文字体が小文字の、看号から一部の大文字の、看号に変更され、今回のモデルチェンジを機に、ホイールが4ケツから、PCD108 の5ケツに変更されている。エンジンは 105PS を発生する1.6リットル DOHC の、K4M 型をはじめとして、K9K 型、1.5リットル、直噴ディーゼルを含め、K5 種を用意。 常用モデルのカングーと商用モデルのカングーエクスプレス一部地域での名称はカングー版が用意されるが全車には全長とホイールベースを 380mm 短縮しルーフ後端を開閉式バックドアを横開きとしたカングービボップ BEBOP2011 年12月生産終了後車には全長ホイールベース 全校、それぞれ 380mm、1 0 0、mm、トル延長した、マシと、全長、ホイールベースを3 8 0ト、mm、ル短縮した、コンパクトも用意される。2009年9月1日日本向けの、フルモデルチェンジを発表、同年9月11日に発売。ボディサイズは、全長 4215X 全幅1830、X 全校 1830mm と、 大型化し、日本におけるナンバー登録は全幅が 1700mm を超えたことで、従来の5ナンバーから3ナンバーに変更となった。このことから愛好家の一部からは、デカングーの愛称でも呼ばれている。エンジンは 105PS を発生する1、6リットル DOHC の K4M エンジン搭載車のみ、トランスミッションは4速 AT と5速 MT の2つを定め、ボディカラーは、 標準色6色、注文性3色6色の計12色を用意。後部ドアは観音開きタイプのダブルバックドア仕様のみとなる。日本仕様の大きな特徴として、日本の保安基準に配慮し、助手席側フェンダー上にサイドアンダーミラーを装着している。最小回転半径が、寒宮一は5.2メートルだったが、新型関宮は5.1メートルに改善された。 引き続き設定されたマニュアル車の比率は当初15%程度と予想されていたが実績は30%程度と予想を上回る需要がある。2011年9月1日マイナーチェンジ発売は同月7日よりカラードサイドモールジョンアグリムのミブラックとシルバー色のアウタードアハンドルを新採用。またダークカーボンの内装色ライトグレーのシート地 質感の向上を図った。同時に、ブルーエトアールメタリックと、マロンショコラメタリックの新色2色を加え、計10色とした。2012年3月29日上級ブレード、イメージ、イマージュを発表。ビボップのフロントバンパーとヘッドライトを採用するとともに、本比較ステアリングや専用シート、専用15インチアルミホイール、ESP 等も装備。ボディカラーは、 前後色、4AT のみの設定。2013年8月26日、マイナーチェンジ。合わせて、イマージュと 5MT モデルの販売終了。フロント周りを、ローレンス・バンデン、アッカーが手掛け、4代目ルーテシア同様、CI マークを大型化し、グリルが横1文字に、ヘッドライト感を横断するデザインに刷新。グレード体系を見直し、 ベーシックなアクティフとカラードバンパーやフォグランプ、本比較ステアリング、オートエアコン、オートライト、オートワイパーなどを装備した全の2種とた。基本メカニズムに変更はないが、5MT がラインナップから外れ、全車、マニュアルモード付けプロアクティブ 4AT のみとなった。発売は同月29日から。2014年1月17日顧客から要望の 多かった MT モデルが復活。アクティフ2 5 MT を追加し、翌2月7日から販売を開始する。日本市場においては、前回の改良から、半年足らずでの MT 車復活となった。2014年5月15日、ターボモデル追加。全2.2リットル直噴ターボエンジン、H5 回プラス 6MT 搭載モデルを追加。4 t との外見上の違いはないが、 ストップスタート機能、エコスイッチ、エクステンディットグリップなどの専用装備を組み合わせる。カングーで6速 MT 車が設定されるのは初めてで、ある。また、日本で発売されるカングーでは、初めてのターボ車でもある。2016年6月エディシー車を設定。AT が大半を占める日本市場の特殊性と、同市場における安定した人気の高さに応える。 形で開発、搭載した。2010年5月10日、ルノージャポン公式サイト上で今夏、日本でも発売することを発表。2010年6月17日プレス向けに、日本仕様を公開。2010年7月15日から、導入概要が正式に発表され、日本発売記念特別モデル、オランジェーダンセル、ダイダイ、グルシデラル、ブラン・グラシエ、白、 クリシデラル各色15台限定、計30台、価格234.8万円の予約受付を開始する。エンジンは、ベースのカングーと同じ1.6リットルの計 4AM で、あるが、組み合わされるトランスミッションは 5MT のみで、AT はない。その理由は、ビボップの車種が商用車のエクスプレスと、共用ゆえ物理的に AT を搭載できないからである。なお、 本モデルの発売はフランスと日本のみである。2010年9月9日通常モデルの販売開始。2011年12月販売を終了。日本市場においては幾度となく特別使用車が設定され、中には日本市場専用設定職もある。以下、特別使用車についての詳細を記述する。2010年6月3日から特別使用車クルールを設定し、 台数限定で発売。クルールは、その名前、クルールイコールフランス語で、色が示すように、ボディカラーが特徴。メシタレギュラーで展開している5色とオーダーカラーの6色には、ない、オランジュプロバンス、ダイ,ダイ、ベールパリ、緑、ブルーフランス、青のソリッドな3色を用意し、いずれもサイドミラーはシンプルな黒塗装、ただしメタリックカラー、バンパーは、ウレタンの素地、黒になるなど、 欧州の実用車らしいプレーンが佇まいとなった。その他、パワートレインや装備は、ベースとなる、カングー1.6と変わらず、価格も、据え置きとなる。各色30台、合計90台の限定で販売された。2011年7月1日昨年に引き続き、特別使用車、クルールを、設定、販売は、同月9日より、ボディカラーは、かつてのルノーの名車、 5の純正色、ブルークレールメタリック、青、オランジュアンダルー、橙、ベールジャルダン、緑に加え、今回初登場のローズ、ピンクを加えた計4色とした、いずれも日本史上限定色。外観は、前回同様、前後バンパーを素地とした上で、内装色をシートが、ライトグレー、ドアトリム、ダッシュボード、ステアリングホイールの各部を、ダークグレーでコーディネートしている。 また、サンバイザーには、鉱石の様子を見られる、チャイルドミラーも装備。販売台数はローズのみ30台で、その他は、各90台限定となる。2012年5月17日一昨年、昨年に引き続き特別使用者、クルールを設定。三度目となる、今回のテーマは、フレンチレトロ。60年代に設定された、ルノー社のカラーリングから、 南フランスをイメージした3色が選ばれ、設定された、キャトルに設定された、ベージュカマルグ、エクスプレスに設定された、ブルーエクスプレス、キャトル CV に使われた、ベールパステルの3種。2012年11月26日イマージをベースに、ケモンとショコラ、キャレマンショコラ、フランス語で、チョコレート尽くしの意図のコラボレーションによる、特別仕様、ショコラ発売。 ボディーローマロンショコラメタリックのみとし、内外装をショコラ色でコーディネート。パイオニア製 s d ナビゲーションシステムも特別装備。価格はベース車と同じ244.8万円。同年12月25日までの期間限定30台のみの販売となる。2013年2月22日特別使用車、クルールを発表。4期目となる今回は、 毎日に花をおテーマに、青色のカルムブルー、紫色のタンタシオンビオレ、黄色のクラージュジョンの鮮やかな3色を設定。すべて日本市場限定色となる。各色60台限定。2013年6月25日カング1にも設定されたオーセンティックが300台限定で導入された。オーセンティックはブラックバンパー。 ブラックサイドプロテクションモール、ブラックドアミラー、ブラックドアハンドル、ブラックリアコンビランプガーニッシュ、マニュアルエアコン、ダークカーボン内装を採用するほか、シート生地が新デザインとなる。2014年8月29日カングーにとして、初めてサンルーフを装着したコンフィチュールを発表。ボディカラーは、過去にはカタログにあった、ルージュパボ、ラズベリーとブルーボル、 カシス。コンフィチュールはフランス語で、ジャムの意。2014年10月23日から、全、AT をベースとした、ペーサージュを発表。シャンパーニュ地方にちなんだブドウの葉をイメージした、ベールカクトゥスエム、緑色、菜の花をイメージした、ジョンシトロン、黄色、わずかにくすんだ空の色をイメージした、ブーアルジョンエム、青色3色を用意し、シルバー、ブラックのフロントバンパー。 ブラックリアバンパー、シルバードアミラー、プライバシーガラス、フロントシートバックテーブル、可動式助手席を特別装備している。なお、ペーサージュとはフランス語で風景を意味する。2015年6月4日昨年に引き続きペーサージュを発表。今回は南仏プロバンス地方に広がるオレンジ色の家並みをイメージしたオランジレタンセル一色のみの設定。 主装備内容は前回と同じである。今回は AT に加え、6MT 搭載の1.2リットルターボもラインナップされる AT60 台、MT40 台。2015年8月26日から全をベースとした特別使用者、ラポスト、LA ポストを発表。同日に文京区の本郷郵便局にて発表会を行った計1 5 0台。 内訳は1.6リットル 4AT90 台1.2リットル直噴ターボ 6MT60 台フランス郵政公社、ラポストで実際に使用されている関宮の黄色い郵便車をモチーフにしている特別装備として現地仕様のラポストと同じ加藤式助手席シルバーブラックバンパーシルバードアミラープライバシーガラス特別塗装色ジョンラポストを加えた なお、ジョン・ラポストが、フランス国以外で採用されるのは初めてなる。2015年10月22日から2013年以来となるクルールを設定。5回目の今回は、フランスが香る色をテーマに、フランスをはじめとするヨーロッパで、薬草や香料として用いられ、最も身近で目にも美しいローズマリーをイメージした、ブルー・アンサンシエ、青、60代限定で、 内訳は AT が40台、MT が20台、ベールロマラン、緑、100台限定で AT70 台、MT が30台の2色を設定。2016年7月21日、全に6速エディシーを追加するとともに、ラインナップを見直し、全は1.6リットル 4AT、1.2リットル6エディシーと、同、6MT の3種。 アクティフは1.2リットル 6MT の一種の、計4種となった。新たに加わった6 e d c は、ルーテシアやキャプチャーに、すでに搭載済みのものと基本は同じであるが、重量増に伴って、最終減速比が変更されている。また、H5 回型1.2リットルターボエンジンも、低速域を重視して、ルーテシア比で、最大トルクが 20.9kgm から 19.4kgm へ。 最高出力が 118PS から 115PS へと変更されている。2017年2月23日から2015年以来1年ぶりにクルールを設定。6回目の今回は1.2リットルターボの前後ベースにマルセイユの青い海をイメージしたブルーマルセイユ、ブルーマルセイユのみを設定。MT エディシーの計100台限定。 2017年3月30日から2016年12月に、ルノージャポンと4ペットの協業により、カングーのドクターカーが誕生したことを記念した、ルノーカングーウィズペット、ルノーカングーウィズペットを発表。全 AT をベースに、専用シートカバーや、ワン、タッチドックランなど、4ペットの獣医が厳選したペットとの付き合いをより、快適かつ便利にする一つのアイテムを特別装備。 限定20台、ジョン・ワグルム、キ、ブルー・エトワール・エム、青の各10台のみであるが、販売方法は先着順ではなく、2017年3月30日から4月17日まで商談を受け付け、商談希望者多数の場合は抽選となる。2017年5月14日ロクシタンと共同開発した特別使用車、アンプロバンスを発表、発売開始は、 同年6月8日、全のエディシーをベースに70台限定で出す。外装は専用色である、オランジレタンセル M のみとし、シルバーブラックフロントバンパー、ブラックリアバンパー、シルバードアミラー、専用小花製シートカバーを特別に装備。加えて、専用オプションとして、クラシックアロイホイールも注文できる。また、製薬者全員に、6タンが監修した。 バーベナドライビングキットをプレゼントする。2017年6月8日から特別使用者、オーセンティックを発表。アクティフの 6MT をベースに、クラシックアロイホイール、ホワイトとマルチルーフレールを追加しながら、価格を据え置いている。外装色は、クリメタンとブランミネラルの2種。60代限定。2018年7月5日。 寒宮誕生20周年記念として、全のエディシー車。この時点で、標準モデルが全の目となったため、以降のベース車両はすべて、全の 6MT もしくはエディシーをベースに、ランス語で20周年を意味する20アンズバンタンを発表。日本市場は200台限定。同日引く同月16日まで予約を受け付け、200台を超える申し込みがあった場合は抽選販売となる。 日本独自のカングーの祭典、カングージャンボリーにインスピレーションを受けて企画された、20アンズは、特別装備として、ルージュパボマイカの専用外装飾、車体グラフィックを幾何学的にプリントしたシート生地、ボディ同色ドアミラー、サイドプロテクションモール、専用デカール、フロントフォグランプのシルバートリム、専用デザインのホイールカバー、マルチルーフレール等が奢られる。 2018年11月1日、プラティクを発表限定エディシー160台。専用色、グリメタンにシルバーブラックフロントバンパー、ブラックリアバンパー、ブラックセンターキャップホイールボルトカバー、フォーカルのサウンドシステムを装備。2019年2月28日、クルールを発表限定エディシー200台。 今回のテーマは、イースターで、その象徴である卵をイメージした、車体色、イボアールを採用、ブラックバンパー、専用ファブリックシートも採用する。2019年5月10日、エスカパードを発表、限定、エディシー、200台。車体色に、マロンショコラを採用し、専用ファブリックシートや、20アンズと同デザインのホイールカバー、専用デカール。 シルバープレートなどを装備。2019年6月7日、クルールを発表限定エディシー200台。フランスのリゾート地サントロペをイメージしたブルードラジェを外装色に採用し、ブラックバンパー、ブラックドアミラーを装備。なお、同年内に二度クルールを発表したのは今回が初である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。